さん、10月30日は何の日かご存知でしょうか。10月30日は食品ロス削減の日です。ご存知なかった方も多いのではないでしょうか。そもそも食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことで、家庭で発生する家庭系食品ロスと、小売店や飲食店などで発生する事業系食品ロスの大きく2つに分けられます。食品ロス全体の約 47% が家庭から発生する家庭系食品ロスです。約半分の食品ロスが家庭から発生しているのであれば、私たち一人一人が普段から食品ロスを減らす意識をすることで、食品ロス削減に大きな効果が出てくるということに気づきまして、今日はちょっと食品ロスについて考えてみようと思います。家庭から出る食品ロスには、食べ残し、野菜の皮や茎など食べられるところまで捨ててしまう過剰除去、食べ物を開封することなく捨ててしまう直接廃棄、この3つがあります。個人的には食べ残しはゼロですが、直接廃棄にはちょっと思い当たることがあってドキッとします。買い物の時、どうしてもお買い得という文字につられて、ついついまとめ買いをしてしまい、結局使い切れないっていうようなことがあるので、必要な食材を必要な分だけ冷静に買い物をしたいと思っています。そのためには、買い物を行く前に事前に何が必要なのかチェックをしたり、今家に何があるのかしっかり把握してから出発することが大事だと思ってます。農林水産省ウェブマガジンアフ10月号では、食品ロスをテーマにいろいろな取り組みや現状が紹介されています。ぜひ見てください。